こんにちは、ブリオです。今日はそら豆と新玉ねぎのポタージュを作りたいと思います。今旬でそら豆も新玉ねぎも安く手に入るので、ぜひやってみてください。まずは材料なんですけれども、量かなり今日は多く作っているので、皆さんはこちらのレシピの方を参考してください。玉ねぎはスライスして、そら豆は皮を剥いた状態です。そしてじゃがいもも使うんですけれども、じゃがいもは正直あってもなくてもどちらでも大丈夫なんですが、じゃがいもがあった方がスープに濃度が出て、こうなんてとろみが出ますので、あった方がいいと思います。そしてバター、バターもこちらを有塩でも無塩でもどちらでも大丈夫です。フライパンかお鍋の中に入れていただいて、溶けたらここに新玉ねぎを全部入れます。今日は玉ねぎの量がとっても多いので、鍋の中でちょっとで炒めるというのは厳しいので、この後少し混ぜたら蓋をしたいと思います。蓋をしてしんなりとするまで、もちろんこういった鍋じゃなくてフライパンでやる場合はしんなりとするまで炒めていただいて大丈夫です。蓋を開けるとこういう風にですね、全体が油が馴染んで、体積がすごく半分ぐらいに減ったかなと思うんですけれども、だいたいこれで5分ぐらいやった状態ですかね。その後じゃがいもを入れます。じゃがいもはですね、細かく切ってしまうと煮込んでる最中に消えてしまうので、なるべく大きめにカットしてください。今日は男爵芋なんですが、メークインでも何でも結構でございます。軽く炒めたらこの中に、具材が浸るぐらいのお水を入れます。そしてコンソメを入れて煮ていくわけなんですけれども、ある程度沸騰する直前になりますとアクが出ますので、アクは取ってください。アクはえぐみ、旨味両方兼ね備えてはいるんですけれども、最初出てきたものはやっていただいて、その後20分ほど煮込んでいただいた後にそら豆を入れて、さらに10分間煮込んだ状態がこちらになります。最初からそら豆を煮ると色が変わってしまうので、後で入れて、そしてミキサーで牛乳で伸ばしたらこちらの完成です。本日もありがとうございました。またぜひ皆さん、チャンネル登録のまだ方はよろしくお願いいたします。